はい、それでは今からですね、遠隔ヒーリングの橋本先生ですね、実際にヒーリングを遠隔ヒーリングをやってもらって、この方の体のバランスですね、実際に変わるかどうかっていうのをチェックしたいと思います。まあ、これ、もう見た感じすぐ分かると思うんですけども、 SLR ですね、足上げの検査をやってみたいと思います。はい、ちょっとこれからもうなんか重いというか、なかなか行きにくい感じですね。それから左足、これもすごく重いですね。もうここら辺からちょっと上がりづらい感じですね。左の方がちょっと上がらない感じかな。右、でも両方ですね。でも右の方が若干、まあ、上がりやすいかな、上がるかなって感じですね。左はもうここら辺からもうちょっときつい状態ですね。はい、今度は肩ですね、腕をちょっと上げていきます。こっちいいですね。はい、で今度は左行きます。もうこっち重いですね。ここでロックかかるっていうのは分かります。で止まりますね。はい、こっちはスッと上がります。はい、そして、左側はここでもう動きづらい感じ、はい、します。じゃあこの中で一番困っている症状っていうのは、はい、どれですか？しびれです。じゃあ下腹部から太ももにかけてのしびれ、はい、これはいつからなんですか？1ヶ月前からです。うん、原因は何かありますか？原因は、言っていいんですかね手術をして、はいはい、うん、でまあ、リンパ節を取ってる部分もあるので、うん、まあ、神経がちょっと異常になってるのかなっていう。なるほどね。はい、で、まあ、今まで治療っていう治療はしてなかったんですね。はい、うん、OK。 ちょっと内臓を見ていきます。はい、いいね、右利き足、右肺、左の肺。やっぱね、左の肺とか横隔膜がね、ちょっとなんか変な感じするんですね。なんでちょっと息が苦しいとか、呼吸がうまく入らないとかっていう、そういう感じはないの？前よりかはマシにはなってるんですけど、うんうん、やっぱりちょっと気になる時はあります。そうなんだね。はい、ちょっと直してみるね。楽にしててね。これでね、さっき左の手上げにくかったんだけど、ちょっと上げてみようか。はい、こう横から上げるのね。うん、右からやってみようか。右から上げてみようか。はい、うん、あ、それでいいね。はい、はい、反対ね。まだ上げにくかったら上げにくいでいいよ。いや、上げやすいです。あ、まあ上げやすいんか。めっちゃ軽いです。 OKOK、 ちょっと見せてね。はい、なかなか言いたいこと言えんかったり、うん、ねえ、なんか抑えちゃったりが多かったの今まで？そうですね、こんなこと言ったら多分あかんやろなとかっていうのは、うん、うん、思ってる時は多いです。そういう時って何よ、気持ちいいの？気持ちよくないの？気持ちよくないです。気持ちよくないんや。やっぱ言いたいんだね。うん、そっかそっか。そうですね、だからちょっとこうそういうものがさ、精神的に大きく影響してくるかもしれないね。そういうなんかストレスとか溜まってくると、こう吐き出すとこがなくなっちゃって、ちょっとストレス溜まっちゃってね、夜ちょっと睡眠が浅くなったりとかね、うん、そういうことはあるかもしれないね。そういうこのしびれとか出る前はちょっと、ね、眠りが浅かったりとかしなかったの？結構夜に
起きたりとか、まあ、トイレ行ったりとかはありました、うん、まあいろんな、でも眠りは浅いと思います。うん、でそうですか。あとはこうなんかだから思ったことを口に出せないとかね、うん、思ったことを表現できないとか、ついつい人の顔色見てね、なんか自分を抑え込んでしまうとかっていうことが多分多いと思うんですよね。いやそういうのがなんていうの、もうちょっとこう自分を表現することに恐れを感じなくなるようになってくれば、体の方はもっともっと調子よくなってくる。うん、だから喉に来るんですよね。でも一番弱いわけじゃなくて、肉体レベルで弱いとこはやっぱりそっちのね、下の方だったんだけどね。うん、今どんな感じ？いやもうなんつうんですか、普通っていうかなんか良くなってきてます。うん、はい、いいよね。でちょっともう一回、見てみますよ。楽にしてね。いいね、大丈夫、はい、大丈夫ね、うん、大丈夫ね。じゃあね、楽にしてね、骨格と自律神経、チャクラを調和します。はい、じゃあ SLR ですね。さっきこっちから入れましたね。じゃあこっちからいきます。はい、上げていきます。よいしょ。多分こっちは悪かったと思います。左の方がもう良くなってますよね。はい、じゃあ今度こっち、まあこっちもいい感じ。さっき左の方はこんな、ここら辺で重かったと思うんですけど、今もう軽いです。こんなになってます。はい、もう全然良くなってます。はい、この感じ。はい、肝心ここら辺こんな感じでしたね、角度的にね。はい、左行きますね。はい、はい、もう行きますね。さっきここら辺で硬かったですけど、こんな感じ。もうめっちゃ行きますね。